皆さんどうもこんにちは。俺のすべてをさらけ出す、グレーマルマルこと、りょうやです。はい、なかなかですね、みんなのタックルボックス紹介が好評だったので、今回はですね、おかっぱりをメインで音楽側で頑張ってるりょうやくんのタックルボックスを、まあ、おかっぱりバックかな、タックルボックス、おかっぱりバックですね、を見ていこうと思います。それではプラグ関係から紹介してもらってもいいですか。はい、じゃあ行きますよ。プラグ、ちなみにこれはこれはですね、ボートムアップ、ボートムアップさんのアーティスっていうバックなんですけど、おかっぱりバックでとても使いやすくて、ですね、これはボートムアップさんとフルクリップさんっていう、まあ、有名なバッグとかの会社があるんですけど、そことコラボ作ったバッグで、もうほんといっぱいたくさん入る上に道具がいっぱい入るんですよ、うん、上に軽い、おバッグ自体がとても軽くて、ですね、これ毎回いろんな人に見せるんですけど、フルクリップさんのジェットフライドっていう、これもう一発で緩めてこう前に持ってきて、で使わなくなったら前にこうやってやったらギュッてなるんですよ、はい、もうギュッてして僕をかっぱり大会で走るんで、はいはい、こういう時とかにすごくいい、はい、でも軽いんで本当重宝してます。なるほど。でも、ね、開けたところに落書きみたいなの見えたんですけど、あ、これですか。落書きとかじゃないですよ。落書きじゃないですよ。これはですね、もうちゃんとしたボトムアップの川村幸太郎さんのサインです。おお、はい、すごいね。書いてます。やめてくださいよ。それではお願いします。じゃあ行きます。はい、プラグ、こういうスティーズのボックスですね。はい、僕はですね、今結構プラグ使わないんですよ。じゃあ最初に、まあ、ビッグベイト TH タックルさんの TH タックル使うんや、はい、使います。ジョイントゾーイ、ジョイント、普通のノーマルのゾーイもあるんですけど、僕は自分でアクションとかつけやすいんでジョイントゾーイ使ってます、うん、これはもうすごい音楽で釣れます。一つ絶対に欲しいのはですね、はい、じゃあ次はクランクベイト、ちょっとでかいクランクからブリッジマックス OSP さん、これは結構シャローを使うとき、まあ濁りとかですね、でこれディープクランクなんですけど、もう売ってません。ダイワさん の RPM っていうクランク、うん、お廃盤です。ちょっとスモールクランクになると、スモールクランク、はい、全部タイニーブリッジです、はい、の MR、 MR は、うん、シャットプラグに似てる要素が個人的にあるんで使いやすい。でスローフロンティングなんですよ、うん、なんで障害物にガンって当ててで止めて浮かせてその時に食わせるみたいな、音楽では本当よく釣れるんで必要です。次はシャットパワーダンクですね、うん、OSP さんです。これ2つ持ってます。これ僕の好きなカラーですね。ほうほう、 GF スポーンレッドクローだったかな。みんな好きよね、そのカラーね、はい、いいですね、やっぱり、うん、これものすごく釣れるんですよ。特にオンガ春使ったら大爆笑です、うん、やっぱ好きなカラーは2つ持っちゃうっていう僕はそのタイプです、ね、これあるあるですよね、はい、あるあるです。どうですか近藤さん。そうですね、あるあるあるさん2つ持ってるの見たことないなあれ、そうですそうですねあれあれ、チャリさんは持たないそうです。あ、持たない、2つは持たないです。やっぱどうなんですかね、人それぞれなんですかね。多分人それぞれですね、はい、であとこれはデプスさんのイボークシャットです、はいはい、変わりもんというか、もう今最近はみんな使ってますね。ダイワさんのガストネード沈んでいるシンキングですね。でも来年新しくなって出てくるんですけど、キムコさんのステルスペッパー110、うん、春とかに使うために持ってます、はい、スピナーベイトですね、これも全部 OSP さんです。結構僕のタックルは OSP 多いですね。使いやすいです。3つ。ハイピッチャーマックス。ハイピッチャーマックスばっかりだよね。はい。個人的に最近は使ってます。ハイピッチャーマックス。で、83よりも個人的には2分の1オンスの方がレンジコントロールとか全部やりやすいんで、全部2分1です。これは大昔にもらった某 YouTuber さんの、なんていうんですか、プレゼント企画でもらったゲイリーさん のスピナーベイトです。へー、はい、なん某 YouTuber、 スペースモンキーズ、へー、 Twitter で応募したら当たりました。おお、はい、ありがとうございますはい、続いてオーバーライドとかは、あ、ありますよ、あれちょっと別に押します。オーバーライド、ワームケースと一緒に入れた、そうですね、各色。僕はオーバーライド、これ OSP さんのオーバーライドですね。基本8分の1、3.5グラム、スピニングで、スピニングです。
で、遠投しないで、僕は遠投しないんですよね。基本もう水門の掘れた場所でずっとリフト&フォールとかサイトで使ったりとかしかしないので、フロロのセッティングでやってます。P はやんないです。やんないですね。やんないです。ちょっと可愛い子が入ってます。やんないです。で、ワームいきましょうか。はい、僕結構最近になっていろいろ使うんですけど、うん、このボックスからいきましょう。これはですね、ブレーバーです。ほとんどブレーバー入ってます。まあ、これ気にしなくていいんですけど、後で紹介します。ブレーバーですね。もうとにかくブレーバーです。とにかくブレーバーです。僕のここ最近おかっぱりやってて、ストレートワーム結構使ってきたんですけど、他メーカーこのテールブレーバーはただのストレートワームじゃなくてテールがついてるんですよ。これストレートワームですけど、メインはネコリグで使います。深海入れてネコリグ、僕は基本スナックレスネコリグ使うんですけど、スナックレスネコリグのセッティングの時に、まあ、フォール中にこうパタ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 テールがレスポンスよく動いて、で誘ってくれると。でフォール中のバイトも増える。やっぱりフォール中のバイトがその他のストレートワームと違って多いんですよ。でそういったところで結構音楽で使える。だから僕はもう最近ブレーバーしか使ってません。なんかめっちゃ粉吹いてるけど、あ、これはノリズさんのバイトバスリキッドに一度つけて、みんなの言う修行というやつをして、その後にバイトパウダーっていう粉をつけてます。何ヶ月ぐらい修行させるの？僕はそんなにしないです。1ヶ月とか2ヶ月とかで結構匂いつくんですよ。ただ1年ものとかになると別格です。へえ。へえ。あ、近藤さんはしないんです。近藤さんでも修行させないですよね。絶対させないですね。めんどっち。言っちゃったっすね。めんどっちっす。そうなんですよ。でもね、聞いてるか聞いてないかはバスだけにしか分からない。あれ、そうですね。なんちゃっかりちょっと名言チックな。いや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 、でもそうじゃない。まあ確かにそうですよね。そうですね、はい、比べようがないもん、うん、そうですね。ワーム、ちょっとこれ別個ですけど、さっきなんか買ってましたね。はい、これさっきロトマさんで買いました。はい、それをハドルフライ、はい、今勝さんの、これはロットマンメンバーの山下翔太さんにちょっとお借りして使ったんですけど、はい、まあバスの反応が異常です、はい、俗に言うエサというやつです、はい、ダウンショットとかノーシンカーで使ったらとてもいいです、はい、こちらは別個にしてるのはですね、これペコマーク、はい、エコトーナメント対応モデル。僕はおかっぱりが基本ですけど、来年からボートも買ってやるんで、はい、これは一応ペコ、トーナメント用に買いました、はいはい、で、ペコにしてます。あと、ボックスもう膨れ上がっちゃう。もう夏場ずっと置いてたんで変形しちゃいました。バーサスさんのやつ、これ何なのかな。3020、もうごちゃごちゃです。結構袋とかに入れないでごちゃごちゃにするタイプなんですよ。どれからしようかな。紹介これからいこうかな。今はときめく最強アングラートッププロですね、伊藤匠さんの監修したワーム三角 T さんです。よく言ってますよね、動画でも。はい、三角 T さん。そうです、三角 T さん。 3.5g ネコリグ。言っちゃった。言っちゃったよかった。あれ、チョリさん知ってますよこれ。知らないって。有名ですよ。知らないんですか。マジですよ、相当有名です。三角 T さん。それやばいっす。やばい。じゃあ次は、はい、ウイニングクロー、ディスタイルさんですね、うん、これはテキサスで使ってます。あ、もうこれはモノマネない。これはモノマネないです。これはないです。で、ほら、俺の職業で、ね、いや、あれはない。あれあれ。いや、でも嫉妬じゃないですか。俺はできますよ。俺はできないです。でもこれ、OSP さんの、ドライブビーバーですね、はい、これも使ってます。とあと HP シャットテール、結構 3.1 と 2.5 しか使わないんですけど、やっぱごちゃんいろいろ入れてるとカラーが自然につくもんなんですかね。いや、それこれ違います。あ、それ違うんですか。これ元からです。へえ、そういうカラーがあるですね。ソルト用です。ほうほうほう。僕結構ソルト用のやつも買ったりして、うん、カラーが全然違うんで使いますね。これ赤金とピンクレディ、なんかそんな名前だ。ピンクレディじゃないな、ピンクっぽいやつ、うん、OSP のルーワームはごちゃごちゃに入れても色移りしない。しない。そうです、うん、デイリー山本とかはする、うん、ですね。メーカーによっていろいろ。これレッグワームです、はい、
次レッグワン、これ色映ってますね。これ映ってる、はい、色映っちゃってますと、これはおそらく知ってる人は知ってる小池です。ハイドアップさんの小池です。これはですね、あの買うためにもう本当に苦労しました、はい、で次の段はもうこれもさっき三角 T さんでおなじみの匠さんの、はいはい、あのもう匠さんですごい有名になったんじゃないかな、またエスケープツインですね、はい、これはよく使ってます。これはもうみんな大好きドライブクローの4インチを使ってます、うん、かな。もうあと全部さっき紹介したやつですね。もう一つ言ったらこれは高又、これは音楽川のテトラ沿いをフォールさせてジャークさせてっていうのを繰り返して冬に釣れるらしくて僕も買ってみました。まだ使ってないですけど準備はしてます、はいはい、北九州を震撼させたブルフラットですね。これもさっきあのモノマネを提示されましたけど、ディスタイルさんがあの青木大輔さんがボコボコに釣って有名になったルアーですね。バスプロの人、そうです、あの有名なバスプロの人です、職業がバスプロの人そうです、そうですあの これもちなみにあのディスタイルさんの D1 ですね、はい、38、これも餌です、うん、音楽川めちゃめちゃ釣れます、おすすめです。音楽川に結構有名なんですけど、音楽川にあのイカっていうベイトがいるんじゃないかっていうぐらいみんな使ってるゲイリーさんのファットイカですね、といった感じです。僕のボックスは、はい、はい、あと細かい類はちょっと、そうですね、はい、あと結構何でも入るんでいっぱい入ります。そう、結構ボロボロですけど、うん、逆のポーチもいっぱいあって、うん、フックケースとか、うん、これ大和さんのスティーズのボックスです、はい、もうぐちゃぐちゃですけど、進化類のポケットが2つ入る感じになっちゃうんですね、そうですね、はい、でこっちはちなみにあのこれは別付けですか、別付けです、あ、別付けです、はい、もともと付いてません、はい、あとこっちのポーチはこれフットボールです、あの、うん、フットボールはですね今年あの近藤さんがあのロットマンのロットマン TV で出したあのフットボール動画を見てめちゃめちゃ買い込みました。おお、よそでよそで買いました、よそで買いました、正直です、よそで買いましたいいね、開き直り、いいよ、はい、開き直ります、よそで買いました、ほうほうほう、はい、まあもうよそで買ったあのフットボールがたくさん入ってます、はい、はい、あれそこは見せないとはい、もうよそで買ったやつはもう置いておきます、はい、といった感じで、これだけね、入ってます、はい、の中にこれだけ入れて走り回ってるわけですねそういうことです走ってます。ちなみにあの、妹さんが結構可愛いですよね、あ、なんか、みんなの間でそうなってますね、はい、双子の妹、あ、双子の妹です、コスプレイヤーらしい、はい、じゃあ今度連れて行きます、はい、あの、はい、釣りガールデビュー任せてください、一緒に走るんで気になったのが、あ、気になったやつありますか、最後見たのはこれ、これもないですね、フットボール、それはフットボールです、これこれ、あ、ファットイカです、うん、もう昔お客さんでこのファットイカって言うんですけど、はい、これを店入ってきて、まあ、ブログとかでよくこれあのおかっぱり大会とかで優勝のルアーになったりするん で、はい、ね、こういう生物がいるんじゃないかとか書いたりしてたんですけど、それをチラ見したお客さんがなんかね、よく釣れてるワームあるじゃないですか、 あ、 ありますねって、何でしたっけって、何ですかって聞いたら、ファイトイカですファイトイカ探してるんですけどって言われてファットイカやんって思ったけど言い出せなくて、最後まで訂正しなくてすみませんでしたもう12、3年前の話なんですけど、ずーっともう悪いな悪いなと思ってて、もう一回聞きます、お客さんなんて言ってたんですか、ファイトイカそれいいですねということで、はい、好評タックルボックス紹介でした、はい、また次誰かのねタックルボックス紹介したいと思いますので、はい、それまでお楽しみに、それではせーの、バイナラ。あ、いけるかな、これは付け取った方がいい、どっちでもいい、あ、取った方がいいですね、取った方がスリー、わ、ちょっと緊張してきた、皆さんどうもこんにちは、自分やらちょっと見せるよ、受け、見せるよ、受けいきます、
よし。動画視聴ありがとうございました。関連動画、最新動画はこちらをクリックか。視聴者登録はこちらをクリック。いっぱい登録してくれると頑張りますので、よろしくお願いします。お願いします。それでは、バイナラ。